どうも、主婦あさみです。旦那のリュータス。あさみん、シーズン4ってよ。だからさ、今回も美味しいお酒に合う乾杯グルメをたくさんお届けしようじゃありませんか。ユタシク逃げサビラ、主婦あさみの乾杯グルメシーズン4スタート。ブヒブヒ。前回、三枚肉とチラガーを使って沖縄の伝統料理スーチカー作りに挑戦した私たち。おいしそう。今回は絶品スーチカーを余すことなくいただきます。リュウちゃん、アサミの渾身の一品、三枚肉とチラガーのスーチカーをとくとご堪能あれ。いざ尋常に。まずは三枚肉から。アサミさん。え？お見事。よっしゃ。豚肉を塩漬けすることでお肉の旨味が凝縮されて、噛めば噛むほど豚さんの美味しさが溢れ出す。次はさ、お豚さんのお顔、チラガーをいただきましょうね。うん、美味しい。トロトロ。よっしゃよっしゃ。プルプルコリコリな食感と香ばしさがたまらないでしょ。しかもコラーゲンも取れるから美容と健康にも効果があるんだって。うん、お酒とも合うね。うん、豚さんありがとう。鳴き声以外は全部食べれると言われてる豚さん。でも僕ちんはアサミンの声も食べれるよ。すみません、よくわかりません。あ、AI みたいな喋り方なってる。ブヒ。冗談さ。ブヒブヒ。この放送は美味しいグルメにはやっぱりクリアアサヒ、アサヒビールの提供でお送りしました。